そこいら中の建物はどこをどう見ても日本橋の高島屋、ここに並んでおります。この建物は日本橋の三越本店です。ここはパリの首都、間違えました、フランスの首都パリ市、パリ特別市。ここにマクドナルドがあるように見えますが、マクドナルドのその店舗はどこにも見当たらず、どうも自分の家にどっかから手に入れたマクドナルドのあのマークを外に向けて飾っている、ただそれだけのようです。完膚なきまでに完璧に区画整理をされたこの立派なパリの街並み、いやーすごいもんだなと。あの実はですね、泊まっているホテルから今私のいるこの現在地まで歩いて30分ほどかかっているのですが、しかしまた昨日の夜もですね、実はあのパリで日本食を食べるために1時間ほど歩いたりとかしまして、かなりこのパリの街中をひたすらひたすら歩き続けていて、そろそろ通常であればうんざりするような頃合いではあるのですけれども、しかし飽きないこの立派な素晴らしい100点満点の街並み、いいなと思いますが、しかしですね、今皆さんにパリの街並みをご紹介するわけではありません。お江戸を経って間もなく一月というわけですが、このぐらいになりますとですね、まあ、もはや逆に旅の序盤の方がね、この傾向は顕著であったかもしれませんが、やはり普段食べ物なんて全然気にしてなくてね、まあ、口に入ってお腹が膨れりゃ何でもいいや、私は食べ物なんかどうだって生きていけるだろうな、なんとなく思っていたんですが、そんなことはなかったんですね。あの出汁の香り、味噌汁、あの味噌、ソイソース、お醤油、なんだこの醤油はちょっと味が違うぞ。あのやっぱり日本食というものはね、あの人間海外にずっといると恋しくなってくるもんなんですね。そういうわけで食べたいなと思っていたんですが、手に入るわけもありません。ドイツでですね、そう聞いてください、あのドイツのミュンヘンで抹茶というあの飲み物があって、あこれは日本茶美味しい抹茶なのかなと思ってですね、ついつい買ってしまったわけですが、しかし飲んでみたらば甘酸っぱいドリンク、全く謎の飲み物というわけでして、なんだお前。それからですね、あの寿司みたいなのも頼んでみたんですけれど、寿司はなんかご飯が硬かったり、そうかと思えば巻き寿司はご飯がめちゃめちゃだったり、ご飯を炊くという文化の、そこに生まれ育たなかった人間がご飯を炊くとこういうご飯になるのか、うん、これは申し訳ないけど、あのね、現地のお寿司というものを、本物のお寿司を知らないような、その文化にそもそも慣れていなくて、価値判断の基準も持っていないような人、相手の商売だったら成り立つのかもしれないけれど、まあ、本物のですね、あの日本人に対しては、ちょっとこれは本物の寿司だということはできないな、みたいなものしかやっぱり食べられないというところが多かったわけでございます。別にこれ海外に対して文句言ってるわけじゃなくて、多分日本でね、あの本当のイタリア人があのイタリアみたいなものを食べようと思ってもなかなか多分手に入らないとか、そういうこともあるんじゃないのかなと思いますけど、だから別に文句ではありませんけど、海外の食文化、それには点で親しむということはなく、フランス料理も美味しいんだけれども、もう早ですね、フランスに入国して1日目で飽きるという状態でして、日本食をなんとか食べることはできないか、そしたらですね、 A さんがいや食べられるよと教えてくれました。パリなら大丈夫ですよと。このですね、フランスの三色旗たなびくこんなパリの街中に、日本食のこれお米セールとか季節の日本野菜とか書いてあるわけですが、キヨコと書いてありますけれど、キヨコ日本食材屋さんというものがあります。実は海外には結構こういうものがありまして、手に入れようと思えばですね、こんな風な感じで手に入れることができるらしいんですね。ただお店の中を勝手に写すのは良くないと思いますので、ちょっと特にこういう小売店の場合は良くないと思いますから写しませんが、まあ、しかしあの 外に向けているものに関しては特に問題はありません。そういうはずですから、玄米を購入していただければご自由に精米していただけます。どうも本当のこういうお米なども手に入る様子です。このあたり日本人が大変に多いのでね、みんなあの人たちが、あ日本人の変なやつが何か喋っているぞというふうな顔をして、こちらへ向けて顔など振り返られるという光景が大変に多いのですが、ここも行動ですから一応問題はないはずです。店員さんも日本の方ですから、日本語で買い物まで全て済ますことができました。またそこには掲示板がありまして、求人の情報とか、それからフランス人からですね、あの私は緊急で、交換、フランス語日本語交換を探していますとか、そんな感じのね、掲示板とかみんなへの呼びかけとか、そういうのがありました。まあ多分それは緊急でフランス語と日本語の翻訳をできる人を探しています、まあそういう呼びかけなんだと思いますよね。フランス人日本人ともにそういうふうなやり取りをしている、現地の人たちの、まあ、その小さなね交流の場所みたいなものも作られていましたし、日本人だけではなくアジア系の多くの人たちが訪れていました。やっぱりね、あの食文化が似てますから、あの韓国料理とか中国料理とかね、あの応用が効くようなものもあるのかなというふうに思います。また単純に日本のお菓子美味しいというふうに、ね、よく言われているそうですけど、あの私はもちろん当然口に合っているから日本のお菓子が一番美味しいと思うわけですが、大勢の外国人、まあ、つまり、ここの、あのパリの人たちがですね、買いに来られていて、それで日本のものを
食べて、それで行くという人も多く見られました。中で売られていたものはあそこに関しては基本的に食品でした。まあやっぱね、食品じゃないものも一部売られていたんですけど、基本的に多分その食べ物とかそういうものが一番違いを感じるところなのかなというような気がしますのでね。洗剤もね、本日もしそこで手に入るんだったら手に入れたいなとかちょっと思っていたんですけど、洗剤に関してはまあこの地元のあたりで買うしかないようですが、まあ、それにはあんまり抵抗ありません。日本の洗剤が懐かしいってことはあんまり思わないもんですからね、一般的に。それからですね、情報誌みたいなものもありまして、フリーペーパーみたいなですね、こういうやつなんです。まあ、また後でちょっと中身をちゃんとご覧に入れようと思いますけど、今ちょっと川沿いに行ってそこら辺で買ってきたものを食べようかななんて思っていますの でまだちょっと歩きながらですから皆さんにご覧には入れませんが、この現地の生活する日本人に対して大変重要なものがいろいろとこの中には載っているというわけです。まあ、フランスの中でつまりパリで生活をする人向けの日本人の情報誌ということですね。サンフランシスコにチャイナタウン作ったりとかね、タイのアユタヤに日本町作ったりとか、そういう風な昔の人たちのその気持ちがなんかわかるような気がします。さっきのところからまだそれほど離れておりませんが、あのお店のすぐハス向かいのところには日本食の結構立派なレストランがあったし、あそこにはラーメン、ヒグマ、餃子セットとひらがなというか漢字日本語で書いてあります。冷やし中華もあるんだ。冷やし中華食べたいなと思いますが、お隣にも江戸っ子寿司と書いてありましてね、こんな風にして日本人向けの商売がいろいろと目立つものです。ただ結構聞きますと、日本食レストランとか、それからラーメン屋とかそばとか何でもそうなんですが、そういうやつって結構ね、日本人よりも中国とかの方がやってらっしゃることが多いようです。でもさっき言ったところとか、それから多分そこのラーメン屋とかも見た感じ、多分ですけど、あの雰囲気は日本人向けの商売ですから、日本人が運営してるんじゃないかなと思いますよ。ちなみに昨日もうどん屋に行ったんですが、そこも日本人の方が運営しておりまして、大勢の日本人の人たちがやってきていました。パリに住んでいる日本人のようでしたね。でですね、ここはあれなんですね、シャルル・ド・ゴール広場でして、凱旋門があるわけです。なんか凱旋門っていっぱいあるんですけど、一番有名なナポレオン・ボナパルトが作れてたですね。で、買ってきたものをですね、皆さんにこう、別に日本でやること大差ないわけですけれど、皆さんのご覧に入れたいと思います。ここにあります、これビスコですね、美味しくて強くなる、いいビスコ坊やの笑顔、優しい日本人にね、馴染んだ、有名な、日本男児の顔です。もう今、このビスコ坊や何歳になってるんでしょうね、わかりませんけど、これ、こんな感じのこう書いてあります。これフランス語ですね、これに成分表示ですが、当然味は全く日本人と変わりません。ちょっとこれ持ってもらう。はい、開けるのも完全に同じようにビスコって書いてあるんですよね。これ食べますと、うん、懐かしい味ですね。これ本当に懐かしいもんだな。細胞にですね、こうビスコが染み渡ってきます。美味しいですよ。ちょっとよかったら食べてみてください。今いらないですか。どうぞ食べてみてくださいね。ここにも A さんがいるんですけどね、まだ噛めないみたいだから、まあちょっと一旦休んでもらいましょう。やっぱりね、海外のお菓子ってのもいっぱい食べましたけどね、食べ慣れたものが一番美味しいと思うし、それからやっぱりね、日本のお菓子って美味しいと思いますよ。海外のやつもよくできてるよ、本当に。こんな安くてね、ビスコに私350円とか、そんぐらい400円ぐらい払ってる気がしますけど、あれが100円とかで食べられる日本の皆さん幸せですよ、本当にそう思います。これですね、続いてラムネですよ。私ね、このラムネについて今まで大した感想を持って食べたことはなくて、まあ暇つぶし、口が寂しくなった時に適当に口にほっぽり込む、まあそういう食べ物ぐらいにしか思わなかったんですが、ちょっと待ってくださいね、開かないな。あ、いいぞ。よいしょよいしょよいしょ、開いた開いた、開きました。うん、懐かしい音だ。おお、美味しいですね。やっぱりね、これも同じような感想ですけどね、運動をめちゃくちゃやった後に飲むコカ・コーラと同じような美味しさを感じます。本当に幸せなことです。これからもう実は飲んじゃったんですけどね、これ多いお茶ですよ。いや、皆さんにとっちゃね、なんだこいつったらお茶飲んでるだけでって日本の皆さんそう思うでしょ。これがね、これを飲むとね、日本に帰ってこられるんですよ。いや、あそこに凱旋門があるけど、ここはね、相変わらず日本なんですよ。いや、うん、幸せのひとときです。私実はカフェインっていうのがあんまり得意じゃないので、緑茶飲まないんですけど、でも買っちゃいましたね。これ もっと行こうかな。おー、うん、日
日本に帰ったらどんな食事も幸せになるんだろうな。じゃあ、ジャパニーズカルチャーですよね、これ。コールド甘酒とでも言いましょうか。ごめんなさい、これはね、あんまり美味しくないわ。あの、ちょっと良くない、良くないとか言ったらまた、ね、あれかもしれないですけど、でもなんだかんだ言って一気に飲んじゃいます。やっぱり慣れた味が一番ですね。フランス料理、昨日ね、結構いいフランス料理食べましたよ。かなり高いの、確か一人でね、50ユーロぐらいしましたから、6000、7000くらいのフランス料理、昨日モンサンミシェルで食べましたからね。こっちの方がまだ美味しいわ。いや、あのモンサンミシェルのフランス料理がまずいわけじゃないんですよ。ちょっとね、風で落ちちゃいましたね。もう一回場所を変えてということなんですが、これですね。出汁がうまい、塩手塩出汁、枕崎のカツオ節と書いてる。枕崎ですよ、皆さん。いや、カツオ節という言葉がね、大変になったんですよ。そんなもん存在しませんから、外国には。早速こうおせんべいを開封しまして、劣化のごとく口に投入します。あ、いいですね、この膨らんでるやつがね。ああ、おせんべいがね、パリパリですよね。パリパリするの、パリ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 ね。ボロボロかかるからね。なんて美味しいものが我が国にはたくさんあったんでしょうね。外国に来てね、日本がいかに素晴らしい国かということがね、よくわかりましたね。海外に行って価値観が変わったとかね、世界が広がったとか言う人いますけど、むしろね、あの、意の中の変わらず大会を知らずと言いましたけど、あの、そういう言葉ありますけどね、大会に出てみたらね、いかに井戸が素晴らしい場所か分かりましたね。井戸は最高だと思いますんで、今後とも素晴らしい井戸にですね、私はどちらかといえば閉じこもりがちな、そんな一生を送ることになるんじゃないかなという気がします。で、あとはですね、買いました。これですね、皆さんご存知、アサヒスーパードライというやつ。よくね、コマーシャルのやつで最近言わなくなりましたけど、これもまた売っておりまして、まあ私は飲まないんですが、あの A さんにですね、お飲みいただくために買ってきたものです。で、これもまた、うおー、ちょっと待ってくださいね、すいませんね。あの、今ね、これ落ち着きましたんで、泡が少し落ち着けもらいましたが、あの、これですね、1.6 ユーロで、実は他のものベラボーに高くてですね、あの、多いお茶がいくらだっけな、ここレシートに書いてあるんですけど、ダメだ、いや、ごめんなさい、分かんなかったな。せんべいが、亀田せんべいがですね、5ユーロ、さっきのせんべいが、まあ、600円ぐらいしてですね、それからあとは、多いお茶がですね、2.9 ユーロでして、これもまた相当な値段ですよね。それからあとは、甘酒も 2.5 ユーロですから、まあ、350円ぐらいかな、高いんですよね。だけどこれはね、 1.6 ユーロと安いんですよ、かなり安い。なんでこんなに安いのかっていうと、これちょっと上にビール溜まっちゃってるんですけど、見えますかね、ここにこうアルファベットみたいな書いてありましてね、ヨーロッパにアサヒの、あのアサヒビールの工場があるらしいんですね。だからこれヨーロッパで作ってるやつらしいので、それでどうもね、安くできてると。まあ、1.6 ユーロって言ったら200円もしない、200円ぐらいですから、日本のコンビニ価格で買えるわけですね。これはね、私飲んだことないし味もよくわかんないんですけど、A さん曰く他のアサヒビールをお飲みになったところ、日本のアサヒビールとはちょっと味が違うと、そんな風におっしゃってましたよ。